佐藤勝彦は、日本の宇宙物理学者。専門は、宇宙論。インフレーション宇宙論の提唱者として知られる。東京大学名誉教授、大学共同利用機関法人自然科学、研究機構長、明城大学理工学部客員教授。日本学士委員会員。2017年お茶の水女子、大学学長特別招平教授。 香川県堺出市出身。京都大学理学部物理学科及び大学院理学、研究科物理学、第二専攻天体核物理学研究室で、林中志郎に指示した。京都大学大学院時代において、無給の助手として4年間にわたり、研究を行う。博士号取得は、超新星爆発におけるニュートリノによる、エネルギー輸送に関する研究の論文による、 博士号授与後、精密な計算手法を確立。何変もの論文を書き、これによって、京都大学助手に就任した。その後、助手時代に書いた論文が認められ、北欧理論物理学研究所に赴任。ここで、一般相対性理論と、量子力学の融合の研究を行う。この時に提唱したのが、現在は、インフレーション宇宙論として知られる論文である。 帰国後、京都大学から東京大学に移り理学系研究科にて研究を行う。初期宇宙の探究では、マグナム望遠鏡や富士山頂サブミリ波、望遠鏡などの建設に際して調印などの式典に参加。極限対象系では、超限理論や超対称性理論の研究を行う研究者の、調整などを行う。 また自然科学研究機構の機構長として、アルマ望遠鏡の国際共同運用についての署名を行った。現在は、学内では、数物連携宇宙研究機構において主任研究員を兼務している。主な研究テーマは、数学から物理学へのアプローチなど。ありがとうございます。